下に3段あります。よいしょ。よいしょ。童謡コレクション、これは私ですね。雪沢り安田祥子、安田幸子っていうのか、これ。あ、落ちそう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 。初めての街で、これ開いてないよ。ジェロ西田幸子、これは分かんない。スピッツ、さだまさし、これは私ですね。青春の歌、これなんかのおまけだったよね確か。あの素晴らしい愛をもう一度、神田川、誰もいない海、花嫁、青春の歌、心の旅、なんかのおまけでついてきた。あ、泉谷さんので、これがこの鈴木正幸、そうそうそう、これも私の。これは何だろう、わかんない。ひろみ号、これわかんない。うわ、壊れてる箱が、壊れてる。あ、これは南沙織の、こうだね、南沙織のベスト、これは買った記憶あります。わかんない。うん、蓋が開いてない。スーパーセレクト、上条綱彦、あ、そうだ。どこかで誰かが、あ、これがあのミャンマーの乾杯をミャンマー語にして歌ってた歌手の人の CD です。これ入ってないんだけど、これミャンマー行って買いました。行った時に買いました。2段、よいしょ。どん。ああ、用水ですね。これはゲームですね。これはこれも井上用水。これは森山良子と書いてある、コピーしたやつですね。これ、これはわかんない。出ました、トワエモア、大好きだったトワエモア。あ、これもさっきの鈴木さんの、これはブックオフで買ったやつだ。でも開けていない。さだまさしだよね。これが B'z、 ちょっと消えちゃって。これは何ですか、わからない。これもわからない。あ、ビーズだ。これもビーズだ。ビーズ。これもそうだ。これもビーズ。
これも、これはスマップで、最後の一段よいしょ。なんかお宝が出てこないかな。これザ・ピーナッツ。もう時代の差が分かりますね。これなんだ、これはあ、これ2001年のファンファーレですね。ファンファーレの CD、競馬のね。これがなんだ、サイモンとカーファンクル。いや、これはわかんない。これ、あ、はい、喜んで七福神。この渡辺八重さんと一緒に七福神を回った思い出があります。いや、懐かしいな、これ。あ、前川清ベスト、これがアリス。いやー、これまた聞きたいね、アリス。最後はこれ、ドラクエ5の CD。あ、これが千の風にだね。というわけで、中に入っているものを全部紹介しました。その結果どうなっているのかというと、片付けるというよりも、この場所に空間を作るはずでしたが、どうなっちゃったかというと、空間が余計になくなっちゃった。さあ、このケースとこの棚をこれから紹介ではなくて片付けをしていきます。